はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここにチャンネルのショーが今日は、値上げ、くじけてはいけない、をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、連続の値上げ、値上げ、値上げの動画をアップしております、まあ。ほぼ毎日、あの、値上げの動画はアップすると思いますけれどもあ、それぐらい厳しくなっていくんですよ。で、もう何十回も言ってますけれども、まだ日本は、値上げのピークで、まあもう、え、恐ろしい、助けて、もうやめて、っていうのが100だとすると、 もう最高潮のピークがね、まだ15ぐらいですから、これ値上げされてるんですよ。いろいろ値上げしてきてるけど、まだ15ですね。いや、まだ85残ってるので、これからなんですよ。値上げは始まったばっかりです。で、これで値上げが終わるとかね、あの安定するって一切ないですよ。断言しますけど。まだ15だから、これから上がっていくんですよ。で、新しく、まあ、値上げ発表続々と入ってきていますね。情報がね。 まずあの自動車保険3%前後の値上げということになります。あの、これコースによって違いますけれども、うん、あの、車両保険とか対人対物とかね、あの、弁護士の費用が入ってる入ってないとか、まあ、いろんな条件によって変わってくるんですけども、まあ、大体平均3%の値上げを来年1月から各保険会社大手ね、まあ、やっていくということですね。かなり変わりますよね。あの、例えばあの、年間5万円払ってる人は、ね、あの3、3%なので35、15で、 まあ、1500円変わるということですね。うん、まあ、たかが1500円かもしれないけれども、もういろんなものがそうやって上がっていくので全部、それね、加算して合計したらすんごいですよ。それは。だって電気料金も10月1日から上げると断言して発表ありましたよね。だから電気料金も、あの、1000円ぐらいの値上げって言ってますけど、ちゃんと計算して普通の家で使うものを、あの、ちゃんと北海道とかで結構冬使うじゃないですか。 計算するとだいたい北海道だと3000ぐらい上がりますよ。3四千4000円ね。月にね。うん。で、あとは、まあ、ガス料金ね。プロパンガスあっちこっち上がってますね。びっくりしたの、北陸の方だと思いますけど、あの、1立方メートル1300円出ましたね。1300円。すごくないですか ?1 立方メートル1300円ですよ。いやー、まあ、1280円だったかな。でもま、1300円ですよね。 いや、驚きますね。高すぎますよね。うん、いくらなんでも。あと、水道料金の、まあ、上下水道も、まあ、自治体によって違いますが、上がるところがあるということで、かなり上がりますよ。あと、オリーブオイルね。もうガンガンに上がっていきます。9月に入って、まあ、9月もう始まりますけれども、あの、かなり油類上がりますよ。驚きますよ。オリーブオイル。いや、もう、買えなくなるかもしれないね。高すぎて。 ちょっとその値段何っていう値段にね、なっていくわけですよ。うん、あ、あと鳩サブレの失礼いたしました。あの鳩サブレが二回りぐらいちっちゃくなってヒヨコサブレにすれば売れるのにねって言ったら、もうすでにヒヨコサブレありますよっていう。あ、あるんですね。ごめんなさい。知らなかったんですよ。じゃあなんだろうネーミング。スズメサブレかな売れないね。<laughs> スズメサブレじゃ誰も買わないね。 なんで不思議だよね。あの、ひよこって言うと可愛い,い感じがするから、あの、ひよこのお菓子あるじゃないですか。中にあんこが入ってるようなね。あれ、美味しいし、可愛い,いですよね。お土産に持っていくと喜ばれるし。あれ、昔からあるんですよ。もう、すんごい昔から。まあ、江戸時代からはないと思うんですけど、かなり前からありますよ。あれ、いいですよね。あれ考えた人、アイディアいいですね。 なんかやっぱひよこって言うと人気があるんですよね。あれ、ニワトリだったら売れなかったですよね、あそこまでね。あの、ひよこのお菓子って言ったら、ああ、あれだなってなるけど、いや、ニワトリのお菓子ですよって言ったら、でかすぎるしね。<laughs> 売れないよね。<laughs> ひよこは可愛いから売れるんだね、きっとね。まあ、ひよこはどっちにしてもニワトリになるんだけれど、えらい違いですね。だけどね、全然違いますよね。うん、まあ、なんでもなんでも値上げですね。 あの、いろんな宅配を頼んでらっしゃる方いるじゃないですか。で、今まで宅配の料金が、まあ無料だったり安かったりして、まあ本州と買わなかったところがあるんですが、もうね、10月から北海道と沖縄は特別料金、プラスアルファになるところがすっごく多いです。だからちょっと注意して、あの、買わないといけないんですよね。あの、通販とか、うん、あの、インターネットでもそうですけども、 あ、あと皆さんあれですよ、あの、ショートメールでね、あの、荷物で思い出しましたけど、あの、留守なので荷物を持ち帰りました、連絡くださいっていうショートメール入ってたら、99%詐欺いる人ですからね。あれ押しちゃダメですよ、あそこ。あそこ押すとね、何が起きるかっていうと、謎のアプリ X、あの、ツイッターの X じゃない、本当に謎のわけのわからないアプリが、 勝手にダウンロードされて <laughs>、あの、表面に出ないですからね。わかんないんですよ。あと、計算機を装って、表向き計算機のアイコンだったりするんですよね。で、あれこんなのあったかなあ、でも計算機かとか言いながら、あ、もう、わかんないんですよ。だけど、それが勝手にジグザグ、ジグザグ動き出して、情報全部持ってっちゃうので、非常に危険ですから、あれ、ダメですよ。あれ、クリックしたらね。あの、クリックしちゃった人はもう、後の祭りですけども、 あの、時間差で、ちょっと2週間後、1ヶ月後、3ヶ月後とかに、あの、作動する場合もあるしね。あの、もう絶対あれ押しちゃダメですよ。あの、無視した方がいいですよ。もし本物であっても、また来るでしょ <laughs> ね再配達なんだから、また来るから、大丈夫ですよ。大体なんか手紙入れていかなきゃいけないんだから、そんな SNS のショートメールでね、済ませようっていうことがおかしいじゃないですか。 無視した方がいいね。ほんと、完全にね。でも、本当に本当に本物が、あの、100件に1件ぐらいはあるんですよ。あの、さて、あの、SNS でショートメレールで送ってくる宅配業者があるんだよね。あの、荷物運ぶのに。それはよくないよね。電話かけてきた方がいいね、まだね。うん、だから、あれ、まあ、でもまあ、あの、あれを、まあ、クリックしないっていう方が、多分、いいと思いますよ。 だってクリックしたら変なアプリが入ってしまう可能性があるわけですから、クリックしなければ絶対入んないんでね。勝手にあの、その、タイトルだけ見ただけで入るってことないので、だからその URL をクリックしなければ大丈夫なんですよ。あれ絶対おっしゃるんですよ。まあお年寄りの方とかね、わけわかんないからおっしゃる人いるんですよ。あと親切な方がいて、なんかあの、えー、じゃあなんか返事しなくちゃとか言って <laughs>、あの、こっちから連絡、なんか取っちゃう人いますから、 どうなっているんでしょうかと言ってやめてくださいよ。本当にダメですよ、絶対。<laughs> こっちから何かやっちゃいけないので、クリックもしちゃいけないんですから、あれに触ってはいけないということですね。あと、あの、まあ、値上がりがね、あの、激しくなっているものに、靴があります。靴の値上がりは大きいですよ。9月、10月。今も上がっているんです。去年に比べたら30%程度上がってます。靴が全部ね、ほとんど。で、さらに9月、10月、大幅に上がっていきます。 あの、登山グスとか、サッカーとか野球のスポーツ関係のシューズも上がります。大体高すぎるよね。いや、ほんとバスケットシューズだとか、その、ねサッカーシューズだとか。だって子供が例えば中学生とかにそれ買うったって、親大変だよね。足はでっかくなっちゃうしね。すぐ履けなくなっちゃうのに2万前後するのあるでしょ。3万とか。で、子供がでもこれがいい。みんな履いてるとか言うと、 なんかみんなが履いてんのにうちだけ買ってあげられないっていうのもまたなんかちょっと、うーんってなるわけですよ。そうすると、買うしかないんだよね。いやー、だけど靴に2、3万でどうせすぐ履けなくなっちゃうと分かっているのに、いや、参ったなーって冷やせるんですよね、靴。それがまた高くなるの。だから今まで2万3、4千円まで値上がりしてる靴が、去年はね、1万8千円で買えたのが今2万3千円ぐらいなんですけど、 まあ2万9000とか3万円ぐらいいっちゃうってことですよ。10月ぐらいに。高すぎるでしょう。どう考えたって。やめていただきたいですよね。いや、ほんと心臓に悪いと思いますよ。登山シューズとかね。あの登山靴ね。これも大幅に値上がりをするというふうにあの言ってますから。まあ今から買っておいた方がいいかもしれないね。登山の靴がどうしてももういるのが分かってればね。買っておくといいかもしれないですね。 あと、電飾関係で、あの、シャンデリアとか、まあ、スポットライトとかね、あるじゃないですか。まあ、かなり上がりますよ、それも。すごい勢いでね。あの、設備関係は、かなり、あの、家の設備関係、かなり上がっていくので、これからの、リノベーションとかリフォームとかを考えている人は、すっごい見積もり出ますよ、10月入ったら。いや、10月入ったら、ちょっと見積もりが、えーっていう見積もりですよ。本当の、建築とかね、あの、建設。 あとは、まあ、リフォーム関係ですよね。見積もり出してもらったら、うおーっていう見積もり、ちょっと声出るかもしれないですよ。高くて。ああ、だからね。きついね。どうするんだろうね、みんなね。10月から、あの、そうやって全部上がるんですよ。軒並み。それも幅がね、今までにない幅で上がるんですよ。どうするんだろうね。生活飛んじゃうよね。飛びます、飛びます、坂上二郎。 リズムよく来ましたね。ここで。<laughs> ここで <laughs>。いやー、だけどね、二郎さん助けてですよ。かなり来ますね。あの、お祭りの話もたびたびね、あの、乗って行ってみるんですけど、あの、ね、投稿があって、つぶやきがあってね。なんか、たこ焼き食べようとしたら800円だったから食べれなかったっていう <laughs>、あの、つぶやきがありましたよ。いや、800円ね。きついね。 なかなかきついでしょだって800円。洋々救いやろうと思ったら400円とかね。だってあのガチャガチャってあるじゃないなんかあの、お祭りじゃないけど、あのガッチャンってやってカプセル出るやつ。あれ、この間まで200円だと思ったら300円になって、300円高いなと思ってたら400円だもんね、今ね。400円ですよ。100円でも4枚入れないとあれガッチャンって一回回せないんですよ。びっくりしますよね。上がり方早いね。 で、そんなに大したもん出てこないよ。<laughs> 本当に。なんだよ、これ大丈夫かっていうものあるでしょ。まあ、あれ当たり外れがあるんだもんね。外れるとちょっと、ちょっと待ってよ、これっていうなっちゃうから。厳しいね、400円だとね。あの、いいのが出てくるまでやろうとすると、すっごいことになるでしょ。10回やったら4000円だもんね。あの、機械ごと買った方がいいんじゃないのかな。<laughs> ねその方が将来安いね。中身買ってね、家に設置した方がね。 それぐらいね、高い。うん、だこれからだからの、厳しいですよね。とにかくね。でこれで、ね、家賃が上がったり、まあ、水道とか電気とか、光熱費全部上がるんですけど、ガス代とか。あの、お風呂に入るのも、考えちゃいますよねあ。湯船にこう、お湯を張って入ると、多分、プロパンガスだと、ギエーっていう値段になるんですよ。だから今でもそうじゃないですか。 だから、いや、とてもあの湯船が、まあ、小さいけどあるんだけど、まあ、お湯はちょっと張れないし、お湯張るのは贅沢なんですよ、うちはっていうところはあると思いますよ。も、ま、う、あ、うちあの、沖縄はね、変な話あの、湯船はほぼないんですよ。どんなマンションでもほぼないですね、うん。だから、東京から移住してきた人用のマンションとか、ある程度新しく建ってる、すごい高いマンションはあるんですよ。で、湯船があるって珍しいんですよ、だから。 本当に。あの、シャワーなんですよね。うん。だから、最初から溜められないんですよ。溜 <laughs> められない。溜められない、止まらないですよ。いや、本当に。もう、あの、ないんですよ。だから、シャワーで済ませているので、ま、どうってことないですよね。だからね。シャワーもそんなにね、あの、出しっぱなし2時間とか浴びないですから、そんなに浴びる。いや、あ、いるいるの、いるの。1時間とか浴びる日本人の人いるんですよ。 やっちゃダメだよ、今ね。プロパンガスで1時間浴びちゃったら大変なことになるよね。とんでもない値段になりますよ。あと、これ、あれでしょ、さっきの、あの、1立方メートル1300円なってるところは、そんなに1時間も浴びたら10万ぐらいいっちゃうでしょ、軽く。月にガス代ね、行きますよね。そう、だから気をつけないといけないですよ。まあ、とてもじゃないけどね、湯船にお湯を張るなんてなかなか、本、ま、当、あ、贅沢な部類になっちゃいますよね。 でもそれを考えるとね、銭湯行くのも今500円ぐらいでしょ高いですね、500円。銭湯もなかなか行けないよね。まあ家でお風呂で、ね、ゆっくりしたいなと思っても、いやちょっと大変だなと思って、湯船のお湯もためらんないとかね、まあ、本当、厳しい生活を強いられますよね、本当にね。うん、まあ何もかも値上がりして、そういうことになっているということですよね。 だからあのセルハンテープだとかホチキスの針とかホチキス本体とかハサミとか何でも値上がりするんですよこれから。であの値上がりしてない100均で買えるじゃん。よく物を見てみてくださいよ。あのなんか質が悪くなって薄くなってる。いや本当ですよ。え、なんちょっとおかしいんじゃないよっていうぐらいなんかあの粗雑になってきてますよ。私力が強いからおそらく今のハサミを100均で買って使うとまあ1週間も経たないうちにバラバラになりますね。 そのあ力がすごい強いんですよ。あの普通のハサミでもあの割れちゃうんですよね。ハサミ割れますよねって言ったら、まあみんなに聞いたら、いや、割れたこと1回もないってみんな白い目で見られましたけど、<laughs> あの歯ブラシも5本以上折っちゃってるし、今までね。うん、でもそれもみんなに聞いたら、1本も今まであの生まれてからこの方折れたことがないってみんなに言われて、白い目,に目で見られましたね。まあ力が強いのかなってそれからはちょっと思ってますね。だけど まあ、もっと折れやすくなってるでしょ、今ね。もっと細くなってるし、あの、ほんと一つ一つのいろんなものが、なんかね、薄くなってるんですよ。板的なものとかもね。うん、だからこれはね、いよいよ薄くもうこれ以上できないし、これ以上弱くできないし、これ以上曲がも物混ぜて、なんかね、形を保つことも限界に来ているので、まあ、いよいよ値段を上げるしかないことにはなりますよ。もう10月はね。 値段をもう上げるっていうのに、もう方向転換して、値段上げてきますよ。もうステルス狙いみたいなのを限界、企業も。だからもう、これ上げるしかないなっていうことで、一気にもう金額が上がってきますから、いやー、厳しいですよ、だから。何でもかんでも、もう目に入るもの、売っているもの、全部びっくりする価格になりますから、それがスタートするんです。10月からそれがね、始まるんですよ。 だから何やってもそう。で、車持ってても整備して車検通して保険払ったりね。今までと違う金額なんですよ、全部。だから、あっという間に数十万とか飛んでっちゃうわけ。だからこれはね、あの、本当に稼がないとね。今までよりもお金を稼がないと、生活はきついね。必ずきつくなるね。うん、だからここでやっぱり自分の持ってる能力を全開にして惜しみなく発揮して、 もうお金をいっぱい稼ぐっていう形で生きていくしかないですよね。気合い入れてね。そうしないと潰されちゃう人出てきますよ。イギリスではもうね、本当にこう私の知り合いもそうだけど、潰されちゃって、あの、もうテントで暮らしてる人いっぱいいるんですよ。テント暮らしなの。その日暮らし、テント暮らし。本当に。厳しすぎる。ねえ、辛いよね。うん、雨の日なんか本当ね、テントの中まで雨が染み込んでこないかどうか心配で心配でって言ってましたよ。 そんな暮らししたくないでしょそのためには気合い入れないといけないですよね。本当にね。まあ皆さんちょっと頑張りましょう。現実なんでね、これ夢じゃないですからね。あの、下がりはしないですよ。まだまだだって上がり方15なんだから。これから上がるんだよ。これから上がっていくの。あの、もうちょっとしたら、あの、なんか安定するとか収まるとか一切ないです。断言しますよ。もうガンガン上がってきますから。これ煽ってるとかじゃないですよ。自律なので。 これをちゃんと踏まえて、気合い入れて生きていかなかったら、まあ本当にテント暮らしになってしまう可能性出てきますから、これはあの、気合い入れないといけないですよ。頑張ってね。うん、あの前向きに頑張って生きていくんですよ。それしか方法ないですけどね。皆さん頑張りましょう。ね、応援してますんでね。ここでくじけてはいけない、折れてはいけないということですよ。頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。